バーズメロディーとは、イギリスの少年二人による音楽グループである。ラッパーのレオンドルがバーズ、シンガーのチャーリーがメロディ。ー。別名でバンと呼ばれており、2014年のブリテンズ・ゴッド、タレントにて出演し、ゴールデン・ブザーを獲得したことで有名となった。レオンドルとチャーリーは、2013年の9月に Facebook で出会った。レオンドルは Facebook で、 友達がシェアしていたチャーリーの動画を見て感動しメッセージを送った。メッセージを受け取ったチャーリーもレオンドルに興味を持ち2014年1月に初めてアイバーツメロディーとしてデュオを組むことを決めた。2014年2月、二人はマンチェスターでのブリテンズ・ゴッド・タレントのオーディションに参加しトゥイスタのホープのラップ部分に いじめ反対のメッセージを込め改変した楽曲を披露したパフォーマンスが終わった後、観客からはゴールドを押せという歓声が上がった。そしてゴールデンブザーをサイモン・コーベルが押し予選通過が決定した。サイモン・コーベルはこの曲はヒットすると思う。君たちが大好きだ。と大絶賛。準決勝の前にアメリカのテレビ番組エレンの部屋に出演した。 準決勝では、パフダティの I'll Be Missing You を披露し、決勝へ進出した。決勝では、オーディションのパフォーマンスで披露したホープフルのフルバージョンを披露し、優勝とはいかなかったが、3位になった。ビルボードマガジンによると、彼らのオーディションのビデオは、2014年のトレンド、動画トップ10の中で、6位だったという。ブリテンズ・ゴッドタレントで優勝はできなかったが、 50万ポンドでサイモン・コーウェルのレーベル、サイコと契約を結び、2014年7月にホープフルをリリースした。このシングルはイギリスのチャートで5位を獲得した。ミュージックビデオも2014年7月にリリースされた。2015年2月にセカンドシングル、Keep Smiling をリリースし、2015年4月にサードシングル、Stay Strong をリリースした。 4つ目のシングル、Beautiful は2015年6月にミュージックビデオと共にリリースされた。そして2015年8月にデビューアルバム143をリリースし、その月の UK アルバムチャートで4位にランクインした。143アルバムには今までのシングルに加えて新しくレコードした曲も含まれている。彼らは夏の間イギリスをツアーして回り、冬は イギリス、オランダ、ポーランドでツアーをし、ポーランドではアルバムがプラチナになった。バーツメロディーは2015年5月に CBBC のフライデーダウンロードのプレミア、レッドカーペットのイベントにも参加した。2016年、彼らは X ファクターに主演していたキエラ・ウェイザーと共に2月から4月までツアーでロンドン、バーミンガム、ブリストル、グラスゴー、 リバプールなどを回った。そしてこの年、彼らはいじめ反対大使にも任命されていた。2016年8月、サイコによってティーンスパイリット EP がリリースされ、オーストラリア、日本にツアーで来ている。2016年8月、彼らは日本でのデビューアルバム、ホープフルをリリースした。143アルバムの曲やティーンスパイリット EP の曲、 そしてホープフルの日本語バージョンも収録されている。2017年2月に彼らは2つ目の日本でのアルバム Never Give Up をリリースした。4月にジェネレーション Z という新しいアルバムを出すと発表し、9月に予定していることも発表した。そしてシングル Faded が4月14日にリリースされた。4月はダイバーシティという舞踊団のために イギリスの10都市をツアーして回った。5月26日にシングルサウザンドイヤーズをリリース。9月1日、サウザンドイヤー、フェーデット、ファーストカーなどが収録されたアルバムジェネレーション Z をリリースした。10月12日、2019年秋リリース予定のチョークアルバムから初の新曲プットユーファーストをリリースした。12月には来日し、東京、名古屋、 大阪をツアーして回った。ありがとうございます。